着きます。なんかスーパーも近いし環境も良さそうですね。本当にいいんですか？まあ怖がりだけど大丈夫ですよ。ここです。これは私の友人が引っ越しをした時のお話です。趣味で心霊系の動画を時々載せていた彼は、一つのネタにするためあえて事故物件に住もうと決めていました。ご案内します。こちらになります。いい感じじゃん。めちゃくちゃいいじゃないですか。あのここなんですけど。じゃあここにします。あ、はい。あ、じゃあこちらにサインを。そして新生活が始まり、その日から異変が起き始めたのです。ただいまーつって誰もいねえか。疲れた。はい、始まりました。幽霊 TV こと YTV です。そして翌日も。何なんだ。なんだ、幽霊取るために借りたのに。安心してどうすんだよ。よし。どうも、幽霊チャンネルこと YTV 始まりました。事故物件に住んで3日目になります。1日目、2日目、3日目と怪奇現象。なんかね、僕が仕事から帰ってくると必ずシャワーの水が出てるんですよ。怪奇現象を求めて
この物件に住んだんですけど、実際あると怖いですね。じゃあ早速そちらの問題の場所にお連れします。まさにこの後ろがその問題の現場です。どうなってるのでしょうか。いつもはね、もうこの時点でダラ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 音が聞こえるんですよ。じゃあ入ってみます。お邪魔します。いつもはここから水が流れてるんですよ。こういう風に今もほら濡れてるでしょ。多分出てたんだな。はい、今日は何もなかったんですけどね。いつもはやばいんですよ。実際何かあると本当怖いんですけど、なんか皆さんにいろいろ見せられそうで楽しみです。次回も楽しみにしてください。チャンネル登録してね。じゃあね。なんだよ本当に、こういう時に水が出てくればいいのに。事故物件に住んで4日目、深夜0時を過ぎたその時でした。何？なんだ今の音。勝手に動いて、何者かが入ってくるところでした。実際にそのシーンをお見せしたかったんですけど間に合わなくて、今こうやって報告しています。皆さんにいいものを必ず届けたいと思いますんで、期待して待っててください。それじゃあさ、実際に入り口の方に行ってみたいと思います。なんだ、なんで水が出てない。特に何もなさそうなので戻りたいと思います。あ、もしもし。先日はありがとうございました。事故の内容をちゃんと聞いていなかった彼は不動産屋に問い合わせ確認したところ、こちらの浴室で過去に手首を切って亡くなった方がいらっしゃいまして、ちなみに前住んでた方の人とかどんな感じだったんですか。大きい声では言えないんですが、付き合っていた男性に裏切られて憎んだまま亡くなったみたいでして。え、それで。あ、ごめんなさい、お客様がいらしたので失礼します。あ、そしてその夜ついに最悪なことが起きてしまったのです。で、ここでは帰宅してから水の音とか、あと物音がすごいんですよね。で、今回はあっちの方。
とりあえず電気つけます。それからというもの、彼はすぐに部屋を退去し、心霊 YouTuber も辞めたそうです。彼が付き合っていた女性が部屋で待っていた時には特に何もなかったということから、あの日現れた女性は男性に強い恨みを持ち現れたのだと思います。今でもあの時の恐怖を思い出し、眠れなくなる時があるそうです。